はい、というわけで、小野さんと一緒にこのコーナーです。ラジプリ中央委員会。テニスの王様にちなんで部活動や中学校絡みのテーマでトークするコーナーでございます、はい、今月は告白をテーマにお送りしております。まず小田さんの10代の頃の告白エピソードをお聞かせください。お、告白。告白。僕結構ぐじゅぐじゅしたやつだったんで。ぐじゅぐじゅしてるやつ、うん、ぐじゅぐじゅした10代だったってぐじゅぐじゅしてましたね、うん、なるほど。めんどくさい10代と、うん、容量いい10代とぐじゅぐじゅしてる10代の、ネガティブでしたね。あ、ネガティブか。だから、でも告白したことはありますか？告白は、だから本当遅いですよ。10代の後半ですね。10代の後半。そうそうそう。一浪して、うん、大学入ってますか、うん、そんでで、まあ、ちょっと一人旅っていうのをして。おお、一人旅。一人旅を。まあ、中学の時はしましたけどね、一人旅、まあ。中学の時に一人旅するんですか？しましたね。なんかすげえな。どういうサイズの？どういうサイズって、まあ、大阪だったんですけど、はい、島根まで行きました。でも電車で一本みたいなもんなんで。夏休みとかそういう。いや、卒業して。あ、卒業して。旅行みたいな。そう。大人なのか。親が別にいいよって言ってくれたんで、じゃあ行っちゃおうかな。しかも、島根ですか？島根県。島根県。チョイス的になかなかね。渋い。いや、島根はいいところですよ、うん。大人になった今だったらすごくわかるけど、うん、中学の時に島根を選ぶっていうのは、すごい渋いな。うん、それネチネチとかネガティブじゃなくて、ただ単に大人だったんじゃないですか。どこ行ったんですか、島根で。島根で、まあ出雲大社とかいろいろ行ったりとかして。へえ。でちょっと美味しいどじょうだかなんか食べて。うん、大人か。おっさんじゃないですか。うん、おっさんですよそれ。なんか日本海って行ったことなかったから、なんか見てみたいなっていうの。だからおっさんですよ。そこで日本海見てえなってなかなか思わないもん。人生に疲れ切ってるじゃないですか。しょっちゅう見てるからさ。おお。うん、タイム見てないでしょ。大阪だったら大阪湾でしょ。あ、そっか、うん、そうね、太平洋じゃないか。まず和歌山行ってくださいよ、うん、白浜の方とかねえ、うん、大人か、うん、じゃなくて告白。あ、そう全然脱線しちゃったけど、それでまあ、うん、まあ、温泉好きだったんで、まあ、ちょっと別府行ってみたいなと思って、行ったことなかったんで。もう一人旅で。ちなみにそれも10代の話でいいんですよね。19だから10代。なんかおっさんくさいなぁ。別府温泉。行ったことなかったから、はいはい、うん、どんな温泉かな、テレビよく見るし、いいなぁと思って温泉好きだったんで、まあそこに行って、はい、まあ、ね、まあ、まあ、急にそこから急に告白の話。まあそれで、まあ、だって一人旅ですよ、うん、一人旅ですよ、うん、急に一人旅で急に告白。それ話して大丈夫ですか？大丈夫ですか大丈夫ですか？時効ですか？本当に時効でしょう。ご本人がそうおっしゃるのなら。それで別府温泉行った、で、まあ温泉入るじゃないですか。まあそこでもやっぱりいろいろ人が来てるわけじゃないですか。いろいろと人が来てる、まあね、家族連れもあれば、カップルもいて、裏からね、うん、はい、って、まあそこでまあ、いや、まあ仲良くなってですね、うん、そこで同じように旅、一人旅に、そう、うん、そんなことあるんですか？あったらいいなっていう。マジこの大人。何このめんどくさい大人。俺よりめんどくさい大人がいる。何に付き合ってたんだよ俺らは。っていう嘘をつきましたっていう告白を今からするんですか？もうそんな時間ないですよ。そんな時間はないよ。公共の電波で何嘘ついてんだ。たまらんな、今のエピソード。本当だよ、なんか今俺らちょっと、別府って、別府でってなんか言い出した時に、そう。ちょっとだけ浮き足立ってる俺たちを、今、この辺なんか定点カメラがあったら本当ひどい顔していましたよ。本当にザワってなったもんね。ね、なんだよ、それ。飛んだ野郎だな、小田さん。やられたわ。いや。ちょっとこれ、リスナーのお便りを読んでお口直ししていいですか？はい、お願いします。お願いしますよ、本当に。ラジプリネーム、なゆたさんからいただきました。ラジプリの皆さん、こんばんは。こんばんは。職場の新年会のことです。皆さんお酒が入っていて、ほろ酔い気分の中、上司の方が、とある男に、あの子どうなん？メールアド交換しないよ。男の子も困惑してて、じゃあ、教えてください、うん。と、
メールアドレスを交換し、休みの日とか映画を見に行ったりしてました。ある日、電話してもいい？というメールがあり、彼から告白されました。年下はダメですか？俺はあなたが好きです。付き合ってください。という彼の一言に私は迷うことなく、はい、と答えました。ん？何これ？なんかな。そうですね。まあ、よかったね。まあ、よかったけど、よかったけど、なんかその、小田さんとのクオリティの差がすごくて、うん、俺、このなゆたさんのエピソードに全然ついていけてないっす。そうね。うん。なんかどっかもうね、あの、拗ねた感じがする。そう、もうなんか、読み方が拗ねてたもん、今。完全に嘘とかなんか、どんでん返しがあるんでしょっていう読み方でやってたら、綺麗な話でした。よかったな。よかった。なゆたさんはよかった。ただ本当に小田さん、謝ってください。ごめんなさい。はい、というわけでお便りありがとうございました。まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。以上、ラジプリ中央委員会でした。